はい、じゃあ、今回は紹介するのは、ミカモネルですね。青のセンタールリグレベル3でリミット6と、デルリグタイプがネルになってます。はい、まず1つ目が自動効果で、あなたのアタックフェーズ開始時、このターンにあなたが手札を2枚以上捨てていた場合、対戦相手のシグニ1体を対象とし、青1コストを支払っても良い。そうした場合、ターン終了時まで、それのパワーを、マイナス1万する。で2つ目が起動効果ゲーム1で、青0コストですね。で、カードを2枚引く。対戦相手の手札を1枚未来で選び捨てさせる。3つ目が、絆の起動効果単1で、1コストですね。でカードを2枚引き手札を1枚捨てる。まあ、基本的に多分なんですけど、ハンデスっぽい感じがしていて、うん、相手の手札を枯らしていくってなるといわゆるそのパワーラインが下がることもあり得るので、まあ、1コストでマイナス 1万はかなり強い方ですね。コストパフォーマンス的には1、2を安定して開けてくるっていう感じですかね。その条件として、手札2枚以上自分が捨てた場合なので、まあ、これコストでも効果でもどっちでもいいんですけど、まあ、いわゆるそのルーターって呼ばれるカードを何枚引いて何枚捨てるみたいな効果を多分その、まあ、絆の効果とあとはシグニの効果で賄うっていう感じかなと思いますと、まあ、今だとあれかな、シグニでいうと宝石シグニとかがいわゆる手札を引いて捨てるみたいなカードが多いので、まあ、その辺とかと多分合わせると強そうかなっていう感じで、多分それに似たような効果が今後ブルアカで出てくるはずなので、まあ、3枚引いて2枚捨てるとかわかんないけどそういうのがあったら相当強いかなと思います。あ、でも手札を常時捨てていく感じになるとトラッシュは結構超えそうですね、うん、まあ、デッキのなんだっけ、減りが結構早いので、まあ、いわゆるなんだっけ、リフレッシュダメージとか食らいやすそうな構成ではある。なんか1とか2とかでもトラッシュになんか3枚か5枚くらいブラーカーのシグニがいれば常時プラス、なんか5000、3000みたいなありそうですもんね、うんうん、パワーパンプ系とかも確かに使いやすそうではある。まあ、あとはあれじゃないですか、マノミン互換みたいなブルアカのマノミンが出てきたらもう完璧ですねまあ、あとブルアカはね、多分おそらくスペルに関しては別に他のなんだろう、今までウィクロスのカードも使っていいと思うんで、全然ランダムマップとか普通に入れてもいいんじゃないと思いますね。割と青がその辺組み合わせやすそうな感じ、うん、そうっすね。まあ、あとは僕は一番好きなのはやっぱイカちゃんなんですけどホタルイカってやつがいるんであいつ自分が捨てた時相手ハンデさせるんですけど、絆の効果はこれ効果で捨ててるんでイカちゃん効果使えるんですよね。だからランダムハンデスを毎回できるっていう確かに相性は抜群と。そう、抜群ですね。だからイカちゃん別にまあ1枚2枚あれば全然機能するんで、なんか入れといていいんじゃないっていう、うん、まあ、今回の収録でまあそういった枠がなければまあワンチャン入れてもいいかなぐらいな。そうそうそう、入れてもいいかなっていう。そう、でも総じてあれですね、手札補充がしやすいっていうところと、まあ、すごい、1コストでマイナス1万振れるんで、まあ、相当強い部類かなと思います、はい、結構安定して強い、うん、使いやすそうなネルですね。